東京大空襲が、3月にあったんですよね。それから横浜の大空襲が5月。5月の時はうちのここで見ると空が真っ黒になるほど飛行機が、関西機ですか、それがガーッと来て、それでこの道路に焼夷弾が、このぐらいの焼夷弾なんですね、それがバンバンって雨あられのごとく誰の通りに落っこってきて、それでその自分、まあ、なんて一生懸命みんなひたたき、竹の先に竹の棒の先、竹の葉を、それでこう消すようにって言われてみんなでやったんですが、そんなこと全然ダメで、うちを見ると2階からもう火の粉が出てきて、それじゃもう避難しなきゃダメだって。ところが空襲時に避難っていうと、もう男の人はほとんど兵隊に捕らえちゃったんですよね。だから避難する子供たちと私たち、女子供だけっていうんです。この山があって、そこの山へ逃げたんですね。私はその山へ、その時分ね、この向こうに四中って中学があったんですよ。で、そこ、私はそこへ逃げて、母は浦島ヶ丘の方へ逃げて、父は町会長してたんで、一応町会をぐるっと回ってから私がいるところへ来てくれたんですよね。そんなこんなで、とにかくあの時代は若い人は全部戦地へ行ったんですよね。で、だから結構戦争で戦死した人も多かったんですよ。うちの町会でも結構若い人は、それこそ上学校時代は学徒七前って全部、私うちの小学校の裏に神奈川大学があって、そこからもうほとんど毎日のように学徒七前で出かけたんですよね。そんなこんなで男の人っていうのはほとんど若い人はいなかったんですよね。だから避難するっても女子供だけ山の方へ逃げて、だから人数はそういなかったんですよね。それで結局ここ焼け野原になっちゃって、それで結局8月の15日には終戦になっちゃったんですけどね。